待ってくれてたの？あ、私別にパチンコ別にハマってないからね。めちゃくちゃ寝た。あの日、おとといめちゃくちゃ飲んだんだよ。覚えてないもん。配信途中から覚えてないんだよね。みんな忘れてた？忘れないよ。だってマユはサンシャインだから。みんなの太陽だから。みんなの太陽。ずっとお前らと一緒。離れてやんない。お前らと。ずっとお前らの脳裏に焼き付いて生きる。粘着してやるよ。歯に寝てるね。私ね、分かった。服がなんで吠えるか分かった。携帯に焼き餅焼いてんの。私、服って自分が一番だから、自分が注目されないと、ダメなの。で今、歯に抱っこしてあげようか。超ブチ切れるよ。歯に抱っこしたら。だってこの男を。ちょっと待って。本当キチガイ。この家キチガイしかいないわ。この家キチガイしかいない。本当嫉妬深いんだよ服って。だからなんでだろうって、だ携帯と私が会話してるのに嫉妬してるんだよ。あっち行った。私そんな嫉妬深くないよ。うん。ハニーはもう大人だから、大人の女だから、あしらってる。多分この携帯いい子いい子とかやったら吠えるんじゃない？多分ね。俺お前のこと大嫌い。なんで？ハニーはもう慣れてるから。慣れてる。でも不思議とさ、いつも二人で寝るんだよ、うん、さ、待って、私さ昔から絶対枕二つなの。一個枕寝るじゃん。でもう一個の枕をお股に挟みたいわけ。メイのこと愛してる？うん。疲れる配信？疲れる配信って何？いや私はでもなんだかんだ愛されてると思うよ。ね。だってさ、
女配信者ってなんかこう、なんか嫌われるじゃん。そうそう、お股に挟みたいじゃん。うん、なんだかんだ愛嬌あるんじゃない私って。うん、なんだかんだ、うん、こうなんつうの、もともと前のリスナーってほとんど多分9割アンチからリスナーになってるんだけど、なんかこうほっとけないんじゃない。うん、料理してくれる男、あああのね、実は前も、ね、あの料理するの好きだから、なんかこれが違かったらよかったなって。総理があの掃除が好きだったらよかった。私料理好きだから、どっちも料理好きだから、でも総理の方が料理が好きだから、なんかそこに関しては、うん、なんかうん、いやね、好きなことが、ね、役割分担できてたらよかったんだけど、うん、印象操作、固まった今で電話、いやもう大親友だよ。うん、あとね、なんかね、嘘っていうか、なんかあのね、しょうもない嘘をついたりするけど、でもあの、あ、ちょっとこれバレちゃったなって時、そういう時あのすぐ言う、あ、ごめん嘘ついちゃった。じゃあ嘘しか言わないって、じゃあ私何に嘘ついたんだよね、何に嘘ついたの。まゆさん、これ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 さ、私さコメントしてないからね。ただこれこれの配信を見ただけでめっちゃ罵倒されたんだよ。やばくない？これこれの配信見ただけで、あ、やめてくんない？もう過去の人の話やめても、どうでもいいんだって。マジでどうでもいいんだからさ。どうでもいいの。ね。だから、私も、ね、ガチ恋募集中だから。ね。ガチ恋。国籍も嘘ついてないし。いや私分からんかった。何ツイッターのあのなんかツイッターでなんか配信ってできるのも知らなかったんで、それ見たらバレるってのも知らんかった。うん、いやあのおかまみたいなものだから、今自分でジャンプしたの。なんかさっきりんちゃんさの話したら、みんなが関わらない方がいいってすごいコメント来たからさ、なんか そんなやばいんだったら やめた方がいいのかなって。怖いじゃん、なんかちょっとガチ恋のしてくんない。ガチ恋のして、ガチ恋いないの？
1、2、チンパルもいないから別に。でココチは女の子じゃん。何？そんな少一桁ってこと？二桁にもう満たされないの？そんなことある？うん、あ、前友達がいい？まあでも確かに。私男友達も多いからね。うん、あ、ありがとう。あ、ありがとう、匿名さん。ありがとうございます。ありがとう。メリクリー、ありがとう。あのね、あ、でも私、あのさ、まゆさ、こう見えて、本当に、なんつうの?こう見えてさ、結構、気づかないんだよね。だから自分のことを好き、メンズが私のこと好きなんだっていうのを結構気づかないパターン多い。うん。だから、どうでもいいから。マジでどうでもいいかな。友達に、〇〇くんはあなたのこと好きなんだよって言われて気づくパターンが多い。だからさ、その友達、なんていうの、男女関係の友情ってのはないのかもしれないね。連絡取ってないよ。やめてくれよ。おいでも。もう意味わかんないから。食べ終わったよ。ね、あのさ、みんなさ、あ、にぎりちゃんありがとう。ワンワンありがとう。ありがとう。嬉しい。にぎりちゃん久しぶり。久しぶりだね。ありがとう。マジで。でね、サワークハンバーグさ、うまそうだったから言ってよ。私、食べるの集中しててコメント見てなかった。まずそうだった。嘘つけよ。リンって人気をつけた方がいい。なんつうんだろうな。多分なんかこう根は悪い子じゃないと思う。いや、楽な配信って何？なんでさ、家でさ配信してたら楽ってなるの？ふわっちいち美人。恥ずかしい。ふわっちいち美人かな。ふわっちいち？ふわっちいち？ふわっちで一番美人？かもしれない。でも、思われてるって？マジ？